縦ごとを持つエリザベス1778年、エリザベス・アン・シェリダンはイングランドのソプラノ歌手。エリザベスはトーマス・リンリー・ジ・エルダーとメアリー・ジョンソンの間に生まれた長女だった。彼女は幼少期から父の手ほどきを受け、12歳だった1767年1月31日に弟のトーマス・リンリー・ザ・ヤンガーと共にロイヤル・オペラ、 ハウスで行われたザ・フェアリー・フェーバーの公演で初舞台を飾った。5月にはバースにおける演奏会で彼女が歌い、トーマスがバイオリンを弾いた。エリザベスの名声は高まっていき、その結果ロンドンの演奏会場も容易に抑えられるようになったにもかかわらず、父は彼女をウォルター・ロングと結婚させようとした。ひどく抵抗されると、父は 彼女が劇場のキャリアを積むのを妨げ、資産を一家に引き上げてしまう。1771年1月26日に、ヘイマーケットシアターで封切りされた喜劇、バースの娘ザメイド・オブ・バスは、エリザベスの身に起きたことを劇に仕立てたものである。エリザベスには多くの求婚があったが、彼女は1772年3月18日に、 歴作家のリチャード・ブリンズリー・シェゲダンとフランスへ駆け落ちした。しかしながら、共に未成年であった彼らの婚姻は無効となり、最終的には、同年4月12日に、父の承諾の元ロンドンのメリルボーン教区教会で結婚した。これを最後に彼女は公に姿を見せなかった。また、1772年には、 トーマス・マシューズ大尉が新聞にエリザベスを中傷する記事を掲載し、生理団が彼女の名誉を守るために大尉と有名な決闘を行った。エリザベスは病弱であったために旅重なる流産に苦しめられたが、1775年に息子のトムを授かった。彼女は結核により、ブリストルで38年の生涯を終えた。ありがとうございます。